1月3日月曜日朝5時57分のホームポイントはあれじゃないですね。練りも見えますね。すっげー天気いいな。気温 24.7 度、風はオフショアですね。緩いオフショア、うねりのみ。2日ぐらい前からビーチに流れ着いた角材がほぼ埋まってしまってますね。ああやって物って埋まっていくんですね、ビーチにね。カラスがうるさいですね。ゴミがあるみたいですよ、メディカーに。トンビもいますね。うわぁ、早速ビーチにこういうゴミを置いていくんですね。うわぁ、最悪。どうしてなんですかね、こんなことするのね。本当気分悪い。ホームポイントの右はもうすでに奥に 2,3 人釣り人が見えますね。月曜日というのにね、ほぼフラットですね。